本日は東京ゲートブリッジライトアップ点灯式にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今年の2月12日に開通した東京ゲートブリッジは中央防波堤外側埋め立て地と江東区の若洲地域を結ぶ全長2618メートルの橋で、開通以来東京の新たなランドマークとして多くの皆様にご利用いただいております。本日4月25日より東京ゲートブリッジのライトアップが開始いたします。本日はそのオープニングイベントといたしまして、ライトアップ点灯式を行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。なお、東京ゲートブリッジの歩道開場時間を本日は夜8時まで延長いたしますので、どうぞ橋の上から東京港の夜景も合わせてご堪能ください。それではライトアップの点灯式にご出席いただきます主催者並びにご来賓の皆様をご紹介いたします。東京都副知事村山幹事、国土交通副大臣吉田夫人、江東区長山崎孝明様、照明デザイナー石井素子様、以上4名の皆様によりライトアップ点灯式を執り行わせて、それでは皆様どうぞご着席くださいませ。それではまずはじめに主催者を代表し、東京都副知事村山幹事よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。こんばんは。東京都の村山でございます。今日風が強い日でございますけれども、点灯式にご参加をいただきまして本当にありがとうございます。主催者として一言ご挨拶をさせていただきます。司会者の方からも先ほどご紹介ありましたように、2月の12日に開通した東京ゲートブリッジでございますけれども、開通以来物流の円滑化あるいは都心部への交通周知の緩和に、その早くもその効果を発揮しているわけでございますけれども、それだけではなくて同時にこのシンボリックな景観が、橋の上から楽しめる東京港、そして東京のダイナミックな眺望というのが人気を呼びまして、休日ごとに8000人ぐらいの方がこの歩道に来場されているというようなことでございまして、東京臨海部の新たな人気ストップスポットとあるいは観光スポットということになって、私どもとしては本当に喜んでいるところでございます。そして今回のライトアップ開始を今日ライトアップ式の点灯式でございますけれども、開始によりましてこの東京ゲートブリッジがその名の通り東京港の玄関口という役割をより高めまして、ますます都民国民の皆様の愛されるランドマークになっていけばいいなというふうに期待をしているところでございます。東京ゲートブリッジのライトアップ照明は後でご紹介もあろうと思いますけれども、橋の側面に約900の木を設置いたしまして、 LED のカラー照明でございまして、さまざまな色や波のような動きを表現いたしております。また消費電力の約4割を太陽光発電で賄うというような工夫もいたしまして、環境にも配慮したものとなっております。国内の最大規模の橋梁では他に例を見ない非常にユニークなライトアップという照明でございまして、私どもとしては本当に楽しみにしていたところでございます。これも本日お忙しい中、吉田副大臣に ご出席いただいておりますけれども、橋梁の施工をご担当された国土交通省さん、並びにライトアップ照明を手掛けられた照明デザイナーの石井素子さん、そしてご尽力いただいた関係者の皆様、多くの皆様のお力というふうに思っておりまして、この場をお借りしてたいと思います。2月のゲートブリッジ開通から
2ヶ月半ほど経つわけですけども、この間、先日にはお台場に大型商業施設ダイバーシティがオープンいたしました。明日からは渋谷に高層複合施設の渋谷ヒカリエがオープンいたします。さらに来たる5月22日には東京スカイツリーが開業するということで、今東京は都市としての新たな躍動という時期を迎えているわけでございます。また先週には国交省さんのご尽力によりまして、東京外環道の整備着工に向けて2020年の完成に目指していよいよ正式に決定がされまして、スタートということになってきております。東京都といたしましては、こうした東京の活力を東日本大震災で傷ついた日本全体の再生にと必ずや結びつけましていかなきゃいけないというふうに、東京都としての役割を強く認識をし決意をいたしているところでございますし、また2020年の東京オリンピック・パラリンピックを都民・国民の皆さんと共に実現をいたしまして、力強く復興を目指している日本の姿を世界に披露していきたいと、この点についても決意をいたしておりますところでございます。ぜひ皆様のお力で東京オリンピックの招致を実現していきたいと思っております。よろしくお願いいたしたいと思います。結びに本日ご来場ご臨席いただきました皆様方の一層のご健勝ご活躍を心から祈念いたしまして、主催者としてのご挨拶にさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。